どうも、おはようございます。今日はですね、こいつ、デイスターの新しいロッド、ベイトロッドですね。これ岸壁ジギング用のやつなんですけど、これとこの CZ30 絶対を使ったガンジギやります。まあルアーはいつも通り CZ30 絶対ですけど、やっぱりこの竿ですね、今回この作ったデイスターの73ベイト、岸壁ジギングスペシャル、まあ、この竿の最大の特徴である、まあ、あのバラシの軽減、バラシの少なさ、まあ、それにこうすごいあの焦点を当てて作った竿なんですけど、まあ、全体的に柔らかい、でも、この 30g のメタルジグをしっかりしゃくらんとあかんので、ある程度のこのルアーあの竿にパワーが必要なんですけど、そのパワーは残しながらギリギリまで柔らかくしてます。これを、テレスコピックの振り出しの竿で再現します。はい、まあまああの本当にまずティップがカーボンソリッドの柔らかいこのティップなんですけど、これはもう感度と、あとは魚がヒットしてからティップがすごい入るんで、それがもうかなりあのためを作りますね。それからそれをつなぐこのベリーとバット、これもすごいしなやかに追随するように柔らかくしてますんで、はい、まあ本当にいい感じでショックを吸収竿に仕上がってます。じゃあやってみよう。とりあえずこの岸壁の周り、先端周りからやってみよう。お、いきなり当たりましたけど、マジでなんや、今日はよう動いてますね。マジか。マジか、マジか、マジか、マジか。よっしゃ、ヒット。食いました。食いましたよ。巻きで食いましたね。いやー、いい食の竿、見てください。よう曲がるんすよね。バラさんようにするためにこの竿を作ってます。ティップがね、ソリッドティップでめっちゃ柔らかいです。で、まあベリーもバットも曲がるんですけど、見てください、このちっちゃいサイズ、このサイズがこんだけ柔らかいしても外れません。よいしょーよいしょーよいしょー、いったー、キャッチしました。見てください、幸先よし、かわいいサイズやけど、このサイズが、このサイズがバレません。このデイスターのね、73ベイトはね、まあコンセプトは、まあバラッシュをいかに減らすかっていうところをすごい考えて作りましたね。従来の竿はどっちかっていうと、まあしゃくり重視で、やっぱヒットした、食ったよ、
りましたよ。食いましたよ。食いました食いました食いました。ヒットしました。なんか重たいよこの魚。シーバスじゃ長いねかもよ。ヒラメでした。はい来ました、ヒラメちゃんでした。でっかいカレイかなと思ったらヒラメちゃんでした。おい、これデイスターの73ベイトなんですけど、ちょっと解説しますね。テレスコピックです。4本継ぎのテレスコピック、振り出しロッドですね。でね、ガイドをなるべくこうちっちゃいガイド、小口径のなるべくちっちゃいガイドにして、ガイド数も極力減らしてます。それによって前がどん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 軽くなるようにしてます。で、こいつね、ガイドね、すごい面白くて、実はこれね、テレスコなんでね、僕これ、まあ、見てもらったら分かるんですけど、スパイラルさせて使ってます。普通にガイドを上向きで全部やっても使えるんですけど、これテレスコの特性を生かしてスパイラル、まあ、右から回しても左から回してもいいんですけど、スパイラルさせて一番ティップ、トップのガイドが下向きになるように緩やかにこうスパイラルさせてます。こうすることで、ベイトロッドなのにティップガイドが下向くんで、まあガンジギってやっぱり下にルアーを落として当たりがこう真下からコンってくることが多いんで、この場合やっぱりガイドが下向いてる方がやっぱりティップ入りやすいんですよ。で、まあこのテレスコだからこそこう回せるっていう、これをね利用して僕は回して使ってます。なのでまあ皆さんもね、まあ、上向きに使ってもらってもいいんですけど、スパイラさせてやってもらったらより一層この竿のいいところが生きるかなと思います。はい。でまあまあ最初魚釣った時も言いましたけど、ティップが、このねシルバーの部分がカーボンソリッドになってるんで感度が良くて、まああとしなやかに入るんで食い込みがいいです。で、魚かけた後もこの部分だけスパッと入るんで、入りっぱなしになるんで、そこですごいためが効きます。でプラス全体的にこの73ベイトは柔らかく仕上げてますんで、1オンスのジグをしゃくれるギリギリのパワーを残しながら極力柔らかくしてるんで、これで、まあ、岩壁ジギングのそのウィークポイントであった、まあ、バラシの多さ、まあ、バラシがすごいやっぱりあったんですけど、それを極力これで減らすように仕上げました。そんなデイスターの73ベイト、まあ今年の夏までにはリリースしたいと思ってますので、皆さんぜひ楽しみにしておいてください。